俳優の二階堂ふみが主演を務める TBS 系火曜ドラマ I Love You 毎週火曜あと10時で主人公の相手役を務めているチェ・ジョンヒョプ。韓国でドラマ界のライジングスター、次世代を担うスターと呼ばれるニューフェイスに日本の視聴者たちも釘付けとなっている。同作は目が合うと相手の心の声が聞こえてしまうテレパスの能力を持つ主人公ユーリ、二階堂ふみと超ピュアな年下韓国人留学生ユンテをチェ・ジョンヒョプの恋模様を愛とユーモアたっぷりのオリジナル脚本で描くファンタジックラブストーリー。ジョンヒョプは186センチの長身にキュートなクリーミースマイルが魅力の30歳。韓国では大型犬系俳優と呼ばれ、数々のドラマに出演し、韓国三大地上波の受賞イベントの一つである2022KBS 演技大賞で新人賞を獲得。ネットフリックス配信ドラマ分かっていてもでは主人公に長年片思いしている幼馴染役で出演し、日本でも大反響を呼んだ。